私ですね、進行の方を務めます高橋南具と申します。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それではまずはメンバー自己紹介どうぞ。はい、野瀬麻痺の大吾と申します。はい、野瀬麻痺の大吾です。お願いします。はい、大吾は何かこう、せっかくね、お客様たくさんいらっしゃるので、何かこう、PR したいこととかありますか？そうですね、モノマネが得意ですね。いいじゃないですか、モノマネ。誰のマネいきましょうか？戦場カメラマンの渡辺裕美さん。なかなか最近見ませんけども、懐かしいですね。じゃあ、戦場カメラマンの渡辺裕美さんのモノマネいきましょう。3、2、1、どうぞ。こんにちは、戦場カメラマンの渡辺雄一。あ、いいじゃないですか。どうでしょうか。ありがとうございます。いい、よかった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 。まだあるんです。まだある。はい。誰？森進一。森進一。今森進一。わかりました。じゃあ行きますよ。3、2、1、どうぞ。こんにちは、森進一です。はい、ありがとうございます。あ、よかった。素晴らしい。さあ、続きまして。ちょっと待ってください。何？とっておきの。とっておきのがまだある。あなた、欲しがりですね。二人待ってるんですよ。じゃあ、最後ね。誰？瀬川栄子。とっておきが瀬川栄子。わかりました。じゃあ、最後だからね。いきますよ。瀬川栄子のモノマネ。3、2、1、どうぞ。こんにちは。全部一緒じゃないか。全部一緒だよ、さっきから。わかりました。こちらね、はい、壊れ物、野瀬麻痺代表大吾です。よろしくお願いします。お願いします。お待たせいたしました。続いてお願いいたします。はい、はい、私、先天性認知症、はい、ホットマンです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、先天性認知症です。ちょっと忘れっぽいところがあるということですけども、一番最近、あ、これ忘れたなみたいな、どんなのがありましたか？忘れましたね。すごいな。認知の中の認知ですね、うん、あ、でも先天性ということは、まあ、昔からということですか？うん、そうですね。え、じゃあ例えば、まあ、昔とかで何かこう、あ、こんなのも忘れたよみたいなのってあります？まあ、今でもね、うん、忘れられないですけどね。おお、すごい。あの、長女のね、カオルとですね、長女のカオルさんと、はい、あの、今亡くなりました大和デパートに遊びに行ったんですよ。はいはい。そしてね、うん、すっかりね、カオちゃんのことを忘れて、はい、家に帰りましたら、妻が、カオちゃんはやったなと。やったなと。やったなと。あ、大和に忘れてきちゃったと。忘れてきた。すごい。大事な娘さんを忘れると。はい、すごいですね。まあ、そんなエピソードもあるということで。今日ちょっと大喜利大丈夫ですかね。大丈夫でしょう。大丈夫でしょう。わかりました。頼みの綱ですよ。3番目、こちらの方です。はい、高橋南具のまな弟子であり、発達障害かもしれない芸人の金子ボボです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ありがとうございます。まあね、ボボさんはですね、まあ、まな弟子ということで、一緒にいろんなところ現場行くんですけども、最近この発達障害という部分で、あーって思ったことがありまして、コンビニでね、ちょっとコーヒー買ってきてって言って財布を預けたんですよ。うん、そしたら全然戻ってこなくて、見に行ったらコーヒーマシンの前でずっと突っ立ってるんですよ。どうしたのって言ったら、ホットかアイスかどっちかなーっていうのがわかんないと。うん、あー、ごめんごめんごめん、じゃあホットでお願いねって言って車戻ったら、また戻ってこなくて、どうしたって言ったらね、今度は S サイズなのか M サイズなのかが分かんないと。こういうことあるんだよね、結構ね。なんで、なるべく具体的に言ってもらわないと。そう、物事を具体的に指示してくれって言うんですよ。はい。坊さん、ほら、この間あったさ、うん、玄関でさ、奥様と一緒になってさ、うん、奥様から抱いてって言われて、うん、ちょっとドキッとしたら、うんうん、よく聞いたらどいてだったっていう話、うんうんうん、あの話してよ。いや、もう全部してんじゃん。具体的の、具体的すぎるよ。俺も話すとこないから。わかりました、わかりました。じゃあ今日はこの3人とですね、大喜利をしていこうと思うんですけども、第1問はですね、まずはですね、謎かけ。
謎かけ、はい、2020年を振り返るような謎かけを。いやちょっと待ってくださいよ、はい、この3人に謎かけできると思います、いやできないと思います。でもちょっとなんか例題はなんか、うん、まあ、例えばですよ、はい、あ、何でもいいんですよ、今年振り返って、はい、あ、キャッシュレスが進んだなと、うん、いうことで、例えば買い物キャッシュレスで買い物ポイントとかつくなとか思って、うん、キャッシュレスの買い物とかけまして、こちらリュートピア、オーケストラの演奏と解きます。その心は、どちらも管弦楽が楽しみですっていうね、こういう感じです。ありがとうございます。なるほど、あ、かければいいですね。そう、かければいいんですね。かければいい、かければ、あ、はい、あ、はいはい、じゃあ坊さん、はい、はい、ご飯がありまして、はい、カレーをかけます。はい、その心は、美味しかったです。違う、そういうことじゃない、全然違うな。え、かけろって言ったから、かければいいんだけども、ああ、ちょっと他どうですか、どうですか。はい、おお、はい、じゃあホットマン。はい、私ね、パチンコが大好きで、はい、だいぶかけましたね。何の話ですか。ちょっとそういうかけるじゃないんだな。ちょっと大悟頼む。はい、はい、いや、毛布がありました。はい、はい、毛布がありました。あったかい毛布かけてどうする。違う、そういう、ちょっとダメだね。ちょっとさ、はい、ちょっと例題が難しすぎるわ。びっくりするぐらい壊れる。いやいや、だから下回るね。もうちょっと簡単にして。あと、だから、なんだろうな、例えば、このご時世とかけまして、熊野プーさんと解きます。うん、その心は、どちらも蜜が気になりますみたいな、こういうこと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 、こういうふうにすればいい、ね、こういうふうに、あ、分かった、こういうふうに言って、はい、坊さん、はい、このご時世とかけまして、はいはいはい、熊野プーさんと解きます。その心は、蜜が気になります。いや、一緒一緒じゃん。いや、同じようにやれちゃう。同じ、そういうことじゃないんだよな。じゃあホットマン頼みます。はい、任せてください。お、任せてください、頼もしいぞ。お、この時世にかけて、お、熊野プーさんとカレー、ちょっと変えてね。はい、その心は、蜜が気になる。一緒、まあまあ、分かりました。もう謎かけやめます。やめます。いや、難しいよ俺ら。あ、じゃあごめんね。じゃあ、はい、もっと簡単なやつ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませって言ってください。はい、何言ってるんですかって聞くので、はい、何々嫌ですみたいな。ああ、急に落としたけど大丈夫。いや、大丈夫。これぐらいだったらいける。大丈夫、はい、誰でもいいよ、誰でもいいよ。はいはい、じゃあ坊さん、はい、いらっしゃい、あ、いらっしゃい、あ、すいません、何屋さんですか。恥ずかしがり屋です。おお、そうそんな感じ、そんな感じ。あ、いいよ、なってきた、なってきた。いいよ、いいよ、次は、次は誰、はい、ホットマン、はい、行きましょう、行きましょう。いらっしゃい、いらっしゃい。おー、いい声だね。何売ってるんだい。なんだっけ。自分が売ってるもの忘れちゃってました。ダメですね、ちょっと。お、じゃあ大悟、はい、はい、いらっしゃいませ。お、いらっしゃいませ。何売ってるんですか。幕開けプロジェクトの幕開け。何言ってるか分かんない。もうダメだな、もう、ね、ダメ。もう次のお題いきます。はい、もう3人で分からず屋さんだな、これな、本当にもう完全に。いきます、じゃあ最後の問題、あいうえ作文いきましょう。あいうえ作文ね。コロナでいきましょう。あ、はいはい、コロナで、うん、いける。じゃあ、うん、こロナ、うん、いいかな、うん、一文字、あの、一言ずつ、これだったらね、最後きれいに決めない。大丈夫です。こ、何々、ロ、何々、な、何々、うん、いいですね、大丈夫ね。いきましょう、じゃあコロナのコ、懲りない。懲りない。あ、いいですね。懲りない。いいですね。コロナのロ。ロ。ロ苦手なんですよね。いや、ロ苦手。あ、ロ得意な人も知らないけども。ロ苦手。まあまあまあ、でもそこロでお願いします。ロで。はい、懲りない。ロ、ロなんでもいいです。ロなんとか。ロなんとか。ろくでもない。あ、いいですね。懲りない。ろくでもない。な。情けない。ああ。3人みたいだね。いいですね。懲りない、ろくでもない、情けない。いや、なんかでも心は合わせたんだけど、なんかこんな感じかな。じゃあ、もうちょい前向き、コロナに対して前向きなので、それで終わらせましょう。あの、お互いにこう、つなげていくイメージで。つなげていくね。じゃあ、今度こっちから行って、はい、最後、大悟締める。はい、で、良くも悪くもここで終わり。はい、帰りましょう。はい、物販行きましょう。はい、わ、はい、かりました。じゃあ、コロナですよ。最後ですよ。はい、大丈夫、浮かんだ、いける、大丈夫か、大丈夫じゃないからな。言いましょう、最後です。コロナのコ、これからも、あ、そう、そうやってつなげていくんだよ、はい、これからも、ロ、ロークはするが、お、いいじゃないですか。これからも、ローク
僕はそれが最後決めて、な何より勝るは愛でしょう。何より勝るは愛でしょう。決めたでしょうか。よっしゃー、おめでとうございます。以上、壊れ物大喜利でした。ありがとうございました。